インドネシアでは地域ごとに色彩も衣装もさまざまなかすり織物イカットが織られ暮らしの中に息づいています。多くの島からなるインドネシア、その島の一つレンバタ島。レンバタ島のラマレラ村には数百年前に別の島から移住してきたという海の民が暮らします。男性は伝統的なクジラ漁を、女性は塩作りや石灰作り、そしてイカット作りを担っています。一方、レンバタ島の山間部に住む山の民は先住の人たちで、農産物や藍、茜などを作って暮らし、女性たちはやはりイカットを作ります。クジラ肉や塩、藍染めに不可欠な石灰などの海の恵みを持つ海の民、トウモロコシなどの農産物やイカットの材料である木綿、染料になる藍、茜など山の恵みを持つ山の民。この島では互いに不足するものを物々交換で補い合う交易によって生活が成り立っています。そしてこのクジラと塩を原動力とした交易があって初めてお互いが木綿、染料、染料に必要な石灰などを手に入れイカットを作ることができるのです。イカットとはインドネシアで作られるかすり織の布です。かすりは縦糸や横糸の一部を紐でくくって染まらないようにし、染め分けることで文様を描きます。イカットの語源はインドネシア語で束、くくり、縛りを意味するイカットから来ています。レンバタ島のイカットは綿からの紡ぎもくくりも染めも織りもすべてが手作業で行われます。染料は藍と茜なので派手さはありませんが、素朴ながら深い色合いが魅力です。海の民が作るイカットには伝統的なマンタ文様のほか、クジラや船といった新しい文様もあります。この作品にはエイの一種であるマンタの文様が取り入れられています。この作品でもたくさんのマンタがかすりで表現されています。さらにマンタを取る船も見られます。この作品には近年新しく生まれた文様のクジラと船が入っています。山の民が作るイカットには人物の文様もあります。この作品ではたくさんの人々の踊りが表現されています。この作品は晴れ着として使われるもので、藍と茜、そしてかすりだけで大ぶりで素朴な文様を描いています。海の民も山の民も暮らしの中でイカットを身にまとうだけでなく、婚礼の贈り物にする特別なイカットを作ります。この作品は織物としてとても素晴らしいものですが、贈り物として作られたもので着用はしません。こちらはティモール島西部のイカットです。この地域のイカットはレンバタ島のものと比べてイカットの文様が細かく複雑で、色数が豊富で華やかなものが多く見られます。この作品の中央、かすりの部分はワニの文様です。ひし形の胴体に折りたたんだような足が見えます。中央部の染め重ねたかすりの細かさが群を抜いた肩掛けです。
この作品はかすり技法だけでなく織の技法で描いた文様を組み合わせています。この作品は藍のかすり糸と茜の色糸が巧みに組み合わされています。それにより複雑な印象の作品となっています。会場では連畑島のイカットと合わせティモール島西部の作品も展示しています。本展ではイカットの作品としての魅力をお伝えするとともに、その背景にある文化や生活を紹介しています。連畑島ラマレラ村の素朴で力強い暮らしの文化を知ってから、改めて作られたイカットを見直してみると、また違った魅力が感じられるのではないでしょうか。